2回速225系100万台です。4両編成。ここから始まる N ゲージの新しい世界。4両セット N ゲージ鉄道おまけで225系100万台です。巡回速ってことで、電車にこうやって連結ができますよって感じで、はい、次行きましょうか。じゃあこれで先導車クモハ224102です。ここにね、トイレがあります。ここにね、はい、で、これはこのペット次、モーター車。こういう感じでした。あと、あ、これがね、モーターなし通貫車ってことで、はい、次、はい、最後のね、1が4号車です。連結すると9号車ですね。12号車か、うん、9号車かな、はい、9号車から12号車になります。今回ね、この車を、この、神戸車、
作用の戦闘車には、ここにね、か、合うと思うんですけど、これ、防備車の戦闘なんですけど、ここに。よいしょ、はい。そう、マンタグラがね、ついてます。よく見ると、ちゃんと上がってます。はい。よいしょ。いや。225系進化しかしないでしょ。通が大宮松長浜米原安京都草津線の直通です。とあとは姫路網干バンス和湖すべてですね。先表示すべては A 新快速 B 新快速 A 快速 B 快速 A 普通 A B F2、B 新快速の仲間でもある、はい、これね、B 新快速と A があるんですけど、快速もね、普通もね、外側線は走りません。新快速が外側線なので、快速普通は内側線を確か通るようになってたと思います。それがね、これです。
旋回速が外側線を走るのがこれですね。でも方向の分ちょっとちっちゃいですよね。 A 旋回速、 B 旋回速、 A 回速、 B 回速、 A 普通、 B 普通、 C 普通。はい、 A 旋回速、 B 旋回速、 A 回速、 B 回速、 A 普通、B 普通、 C 普通ってことで、あとは中が尾身松、長浜、米原、安、京都、柘植、姫路、網干、万世、和光ってことです。はい、でも手話に何もありません。はい、はい、方向も何かはありますよね。はい、優先座席しいや、これのね、ご紹介でした。これね、このご紹介となりました。はい、これがね、箱となります。実写です。